キーウィウォークス、粋なゲームズ。また失敗。音を出したのは初めて。これで言葉も。ああ、またダメだった。いつもの何倍も生命力を注入したのに、ああ、魔力がもったいない。喋る人形が欲しかったけど、それでも名前はつけてあげる。あなたの名前はペイリア。失敗作という意味よ。あんまり無理しないで。すぐに死にたいのなら好きにしていいけど、残りの生命力そう多くないの。ベイリアだもの。そう睨まないで。あなたの器が小さいせいよ。喋る人形はもう少し研究が必要だけど、動かすのはもう問題ない。おはよう、エミリア。ベイリアより先に起こせばよかった。霊石に生命力をいっぱい貯めてくるから、少しだけ待ってて。行ってくるね。霊石が空っぽになったから、魔物を狩りに行くよ。エミリアはとても小さい人形。まさか、私の魔力を。でも、ほとんど食べれてないんだ。いいよ、私のせいでもあるんだから。こんなに不完全な存在にしてしまったもの。霧の葉がまた落ちた。集めておいたら使えると思う。みずみずしい。口にしたらマナが回復しそう。今日はイノシシから生命力を取るよ。
この季節の霧の森、いつもより湿っぽい。獲物、見つけた。あれ？霧釜、また道を塞いでる。見てない間、ずいぶん大きくなったみたいだね。あの大きさだし、人間の食べ過ぎだよ。エミリアが起きたら、一緒にやっつけるから。久しぶりだね。そう怖がらないで。今日は肉、いらないから。生命力だけちょうだい。すぐ終わるよ。痛くしないから。すぐ終わるって言ってるのに。これで静かになった。すぐに起こしてあげる。待ってて、エミリア。おはよう、エミリア。返事してくれなくてもいいの。その代わり、私が呼んだらいつでもおいで。うん。次は大きな霧釜をやっつけに行くよ。霧の森西でまた会おうね。大きな霧釜、まだいるかな？
れだけ大きいから生命力もたくさん持ってるはず。戦闘に入ったらエミリアを呼ぶよ。ちょうど新しい魔法陣を作る材料が欲しかったところだけど、家に戻って魔法陣を作ろう。図鑑を参考に火炎魔法を作ってみるよ。新しい魔法陣が作れた。エミリアもいるんだし、勇士一人ぐらいは軽く倒せるよ。より広いところにも行ってみたい。その前に、強い魔法が使えるように私も強くならないと。
霧の森西にいる霧ゴーレムを倒しに行こう。これで大丈夫そう。やってみよう。エミリア、よろしく。サンキュー、火柱。はあ。倒せた。ああ、ゴーレム。石だから生命力が取れないんだ。なら、あっちで取ればいい。でも、その前に家で少し休みたい。大きな奴の相手、やっぱり疲れる。
日記を書くのを忘れてた。おばあちゃんにちゃんと書きなさいっていつも言われるの。書いたから次はイノシシだね。Thank you.
しく。サンキュー火柱。はあ。殺しはしないよ。約束。あ、逃げられた。あ、はあ、
ああ、人間だから安心していいよ。それが問題だけど。あれ？どうした？なんでもない。あ、そのな、このままでいるのはちょっとな。何か？お互い初めてなのに近すぎるんじゃないかなって。君、シェザールの人だよね。シェザール？ああ、外ではそう呼んでるんだ。霧の森の人たちのこと。霧が多い森だから外からは簡単に入れないし、シェザール人たちも同じくここから出られないと聞いてるよ。俺、かなり深くまで来たみたいだな、シェザールの人に会うなんて。人間たち、この森には入ってこないよ。あなたはどうして？ああ、うん、探検中なんだ。欲しいものがあってさ。この辺までは道を覚えられるから大丈夫。イノシシに攻撃されそうになって隠れてたんだよ。でもよかった、逃げてくれて。君のおかげだな。俺はアドリアンというんだ。君は？ああ、そうか。シェザールの人は名前がなかったっけ。じゃあ、アイールディ。どうかな？赤い目を持つという意味で。この辺はまだ探検が終わってないんだ。近いうちにまた来ると思うよ。じゃあ、アイルディ、またな。イノシシ、逃がしちゃったけど、今度は絶対に捕まえるから。目標も達成できたし、また修練しないと。